ッタビ頑張るぞ頑張って完走するぞ、おー思う存分カッタビます頑張るぞ山は行かれへんけど行けるとこまで頑張りましょうか。はい、カッタビますはい、カッタボ滋賀県最高峰の伊吹山を舞台に昭和62年から始まった夢高原カットビ吹が多くの人に惜しまれながら今年でファイナルを迎えました。これまで3万人を超すランナー、およそ1万人のボランティアに愛され続け、毎回多くのランナーの方々から勇気や感動をいただいた大会となりました。第1回大会からスタッフとして関わる的場修司委員長に大会が始まった経緯を聞きました。私たちのこのシンボルである伊吹山をもっともっと多くの全国の人に訪れてもらいたい、来てもらいたいというようなことと、夏のお花畑がすごい綺麗やったので、そこを走っていただきたい、そういったいろんな思いが一つになって昭和62年に始まることとなりました。伊吹山は標高1377メートル。登山道を通る山岳レースは全国的にも珍しく、全国各地から多くの人々が参加しました。第1回大会は1合目から山頂まで72名のランナーが挑戦していただき、152名の人たちが1合目から3合目まで歩いていただきました。でスタート地点が1合目ということでした。2回目は三宮神社、3回目は伊吹小学校をやったというふうに思います。そういうふうに試行錯誤を続けながら、初めの大会はいろいろみんなと一緒に知恵を出し合ってやってきました。その後、現在のスタイルである伊吹薬草の里文化センターから山頂までを駆け上がるカットビ吹のスタイルが確立し、近年では1000人を超える申し込みで人気の大会へと定着していったのです。36年間ボランティアスタッフとしてカットビ吹に携わっていた成功委員会競技部長の高木さんにも話を聞きました。やはりこの大会を成功するに向けて、熱い仲間たちと、春ぐらいから動いてこの当日を迎える、それまでの過程で、いろんなこう葛藤なり、ああすればいい、こうすればいいということで、スタッフ同士の絆で、もちろん当日は多くの地元の皆さんに支えられて、本当の手作り大会という意味合いで、やってきたことが、すごい私自身誇りでもあるし、ようやってきたなと。ところが近年、舞台となる伊吹山の取り巻く環境の変化が著しく、今までの登山道を使用し続けることは難しい状況となりました。伊吹山が数年前から獣害、そして雨による土砂災害などで状況が随分変わってきました。でこのままの状況の中で山頂まで上がる大会というのが継続するのが難しいんではないかなというふうな思いに、ずっと駆られてきましたが、その中で2年前からコロナによる中止というようなことも発生しました。中止の中でも、山頂まで上げたいなとかいろいろ考えていましたが、最終的に5合目から上はレースをするのは無理やろという判断をさせていただきました。伊吹山は近年の豪雨による斜面の旋掘、鹿の食害など自然環境が大きく変わってしまいました。長く続くと思い開催してきたカットビ吹でしたが、コースを変えて今年度を区切りに最後の大会にすることを決定しました。8月28日早朝、カットビ吹には市内スポーツ団体、地元の中学生、地元企業、そして地域の人たちがボランティアとなって大会を支えています。打ち合わせをして各場所へ移動します。その後続々とランナーが集まります。この日の天候は絶好のコンディション。受付ではコロナ感染の対策で検温等も実施します。
ランナーはスタート時間までに各自ウォーミングアップをしたり、記念撮影をするなど思い思いの時間を過ごします。スタート前の意気込みを聞きました。じゃあラストファイナルですね。思い出作りに参加しましたね。勝ってみたいと思います。今回は優勝を狙って頑張ります。イエーイ。もうラストということでボランティアの人にも助けていただいていますので、その分も含めて頑張っていきたいと思います。なんか最後の仕事にね、本当寂しい思いですね。ずっとやってほしかったです。うっとこう気持ちが込み上げてくる大会なんで、気持ちをすごく持って走りたいと思います。コースも長くなった、3キロほど伸びたって聞いてるので、楽しんで最後の大会を走れたらなと思います。大会に参加できる喜びをかみしめながら、503人のランナーがスタートを切りました。今年も全国各地から訪れた最年少20歳から最高齢75歳までのランナーが伊吹山を駆け抜けます。コースは伊吹薬草の里文化センターから三宮神社の横、登山口の林道を駆け抜け4号目を折り返します。続いて下りの林道を一気に駆け下り、伊吹小学校でゴールを迎えます。トップでゴールを駆け抜けたランナーは57分59秒、女性のトップランナーは1時間12分59秒でした。初めてのコース走ったんですけど、もう上りも下りもすごい急勾配で、それでも最後まで楽しもうということを心がけて、優勝できたことがすごい嬉しいなと思います。カットビーファイナルということで、どうしても参加したくて、ちょっとコロナ禍の中県外レースだったので考えたんですけど、参加させていただけてとても良かったと思います。その後も自分との戦いを制したランナーが次々に伊吹小学校へと到着し、観客やスタッフからの大きな拍手に迎えられていました。家からよく見える山で、いつも30分ぐらいでここへ行って練習はするんですけど、今年あたりやっぱり登山道荒れてるので、山頂までの大会としては偉いかなっていう、ちょっと残念ですけど、無事完走できて嬉しかったです。とっても気持ちよく走れたので、楽しかったです。ありがとうございました。カトビできました。今回4号目までしか行けないって聞いたんですけど、最後なんで楽しんでいました。今までにね、また新しいカットビー吹を、最終最後のカットビー吹味わうことができて本当に嬉しく思います。とてもいい大会となりました。ありがとうございました。これで最後っていうのはものすごく残念です。またいつの日か復活して頂上までのレースがあるといいと思います。どうも皆さんありがとうございました。伊吹山もどうもありがとうございました。伊吹山と人々をつなぐカットビー吹は2022年8月28日、皆さんに惜しまれつつも36年の歴史に幕を下ろしました。伊吹で活動するスタッフ、やっぱりすごい絆で今まで結ばれてきました。そういった絆を今後も大切しながら、また違う形で、できたら同じ形で再会できるのを、期待して記念して、これからも、地域のイベントに頑張っていきたいと思います。現在伊吹山には、獣害対策、などの自然環境を守るというようなことで、いろんな人たちが今対策に上がっていただいております。伊吹山にはまだまだ再生する力があると思っています。そんな中で伊吹山のポテンシャルは全国から、いろんな人たちを迎える力がまだまだあると思います。そこがしっかりと対策ができれば、再度伊吹山を舞台としたこういった大会を再度できたらいいなというふうな思いがいっぱいです。
ありがとう、カットビーです。ありがとう、カットビー。ありがとう、イブキヤマ。ありがとう、すべての皆さん。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。